皆さんこんにちは、柴さんです。今回のテーマ、アーティキュレーションを身につけようということでございまして、アーティキュレーション、あんまり聞き慣れない言葉ですよね。僕もDTM 始めるまではアーティキュレーションという言葉知りませんでした。アーティキュレーションというのは、楽器の奏法のことです。例えば、バイオリンなんかだとね、ふーんなんて弾いたりもちろんするんですけど、これをふん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 強く短く、これスタッカートと呼ばれる、奏法といいますか。で、他にもふーん音を下げたり、上げたりっていういろんな弾き方が、これはギター、エレキギターなんかでもジャン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 っていう弾き方もあれば、ちょっとね、手で少し弦を押さえて、あんまり鳴りすぎないようにして、プルン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 なんていう弾き方をね、いくつか表現することができます。これはさまざまな楽器で、ピアノ、ベース、サックス、トランペット、ほぼ現存する楽器には、それぞれの楽器ごとにさまざまなアーティキュレーションが、あるわけですが、でね、DAW ソフトの中に入っているソフト音源にはこのアーティキュレーションを切り替えて使うことができる、演奏することができるソフトがいくつか存在しているんですね。で、これね、どうでしょう、皆さんが曲をね、特にDTM 始めたばっかりの方はたくさん経験してる、ね、ると思いますし、もちろん長くやってる方はね、もっとたくさん経験されてると思いますけど、いわゆる打ち込みで曲を作っていく、アレンジをしていくと、なんか本物っぽくないよねなんていう時があると思うんですよ。音質というか音色というか。で、もちろん音の質自体はね、非常に重要なんですよ。なんですけど、結構ね、奏法が再現できているかいないかで本物っぽさって印象としてね、大幅に変わったりするんです。だから、我々ね、 DTM で打ち込みで曲を作っていくものにとって、生楽器のパートを作るときにアーティキュレーションを切り替えられる、またそれを使いこなしていくというのは非常にね、重要な、現代的には、マストのテクニックと言っても過言ではないのかなと思います。で、今日はそんなアーティキュレーションを、使い分けていこう、使いこなしていこうというところを、この後本編でご覧いただければなと思うんですが、ちょっとね、注意点として、この後ご紹介させていただく、DAW ソフトスタジオ1は、スタジオ1-4 というバージョンの、プロフェッショナルというグレードでございます。で、そのプロフェッショナルのグレードに最初から入っているソフト音源にいくつかプリセットによって、アーティキュレーションがね、収録されているものがあるので、それを使って、ご覧いただこうと思うんですが、スタジオ1プライムという無料版、これは Windows の方、 Mac の方どちらも無料で使っていただける、DAW ソフトですけども、無料版にはね、収録されていないものがあったりだとか、あとは、ちょっと別でまたご説明させていただきますけど、DAW ソフトには後から買い足してソフト音源をね、使えるように、していくものもあったりします。別のメーカー、サードパーティーと言いますけど、で、そのサードパーティーのメーカーのものをスタジオ1プライム無料版は読み込みができない設定になっているので、そこだけちょっとご注意いただいて、で、例えばプロツールス、キューベス、エブルトンライブ、ソナー、ロジック、さまざまなソフトをお使いの方いらっしゃると思うんですけども、ご自身の、ソフトの中にもこのアーティキュレーションという機能が収録されているものが、もしかしたらあるかもしれません。そういうのをもし見つけられたら、ぜひ、試してみていただきたいなと思いますし、今後いろんな、音色音源をちょっと増やしていきたいなっていう方、ぜひアーティキュレーションが収録されているかどうかっていうところもちょっと注意して選んでみていただければなと思います。それでは、いつものようにね、ワープですよこれね、参りましょうか。では参ります。ストということで、ワープ成功でございます。
今ご覧いただいているのがスタジオ1-4プロフェッショナルという、グレードのソフト、DAW ソフトでございますが、もうすでにね、トラックをいくつか、立ち上げてあります。ちょっと、上からご覧いただくと、まず、バイオリンの音で、そしてその後アルトサックスですね。で、エレキベースで、まあ、4つ目が、これはエレキギターの音色ですね。で、まあ、他にもいくつかあるんですけども、ちょっと、特徴的な代表的な、まあ、よく使われる、プリセットといいますか音色を、立ち上げて用意してみました。で、この、まあ、それぞれの音色でアーティキュレーションがどんなものが収録されているかっていうのをちょっと一緒にご覧いただこうかなと思います。まずは、バイオリンのプリセットで、これね、ちょっと画面のこの左下あたりをご覧いただくと、これまあ、スタジオ1に搭載されているプレゼンスというソフト音源でございます。で、このプレゼンスの場合はですけども、ね、この C の1と書いてある音程、オクターブのところに、ちょっとね、色が赤く少し変わっているところありますよね。で、下が赤くなっているのが今選ばれているアーティキュレーション。上が、ここにアーティキュレーションが切り替えのスイッチがありますよという、まあお知らせみたいなもんだと思ってください。で、ちょっと順番に見ていくと、これね、バイオリン、サステインと書いてあります。これは今選んでいる音色、ちょっと弾いてみましょう。こんな感じ。普通に、ふーんと弾いた、奏法といいますか。これを、サステインと呼んでいます。で、別のもの、これ、隣のものをね、見てみると、バイオリン、トレモロと書いてあります。で、ちょっと選んでみましょう。ポチッと。で、トレモロを今選んで、ここが下赤くなりましたよね。なので今トレモロの、音色が、セットされている状態です。で、さっきと同じように演奏してみましょう。はい、ルル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 と震えているような、まあ、トレモロの奏法の音色が、収録されていて、今、鍵盤でね、切り替えることによって、奏法アーティキュレーション今切り替えることができました。で、こういう機能を、まあ、アーティキュレーション切り替える機能、キースイッチで、切り替えるというふうによく言われていたりします。まあ、キー、鍵盤ですよね。鍵盤をスイッチと、称して切り替えていくと。まあ、キースイッチで、切り替えていくということだと思ってください。で、その隣、バイオリン、スタッカートと書いてありました。これをちょっと選んでみると、ポチッと。で、これで聴いてみましょう。スタッカートですね。素晴らしい。今の3つをちょっと切り替えながら演奏してみましょう。まずはサステイン。で、トレモロ。いいですね。リアリティもあって。で、まあ、他にもこれ収録されています。で、最初はね、僕今マウスでポチポチと切り替えてましたけど、このキースイッチと呼ばれる、タイプの切り替え方って非常に便利で、今僕がね、右手で弾いてみたいたみたいに、演奏しながら左手でキースイッチを鍵盤で、切り替えていくことで、奏法自体も変えていくことができるわけですよ。で、他にもね、ちょっと見てみましょう。あ、これいいですね。ピチカート。ふわっと。まあ、こんな1,2,3,4,5、5つのアーティキュレーションが、このプリセットには収録されています。で、これをキースイッチをちょっと切り替えながら弾いてみますね。という感じです。で、これね、さらには便利なのが、今僕、左手でキースイッチを切り替えながら、右手でフレーズを弾いていましたけども、このフレーズを録音することはもちろん当然できますし、で、左手のどのタイミングでどのキースイッチを切り替えたかというのも、音程情報としてね、録音が、まあ、要は打ち込みができるわけですよ。だから、今の切り替えも含めて全部、記録できるようになっています。で、切り替えるタイミングが、わ、しまった、遅れた、なんていう時も後で、ミディデータ上でマウスでいじったりすれば、本当にプロの方がやって、
演奏家の方が、弾いている奏法と同じものがちゃんと打ち込みで、後からマウスでも調整ができるようになっているよということです。まあ非常に便利ですよね。はい、じゃあちょっと次の音色いってみましょう。次の音色がアルトサックス。これもねアーティキュレーション多いですよね。サックスってね表現力が高い。ちょっと見てみましょう。おするとさっきのあのストリングス、まあバイオリンのプリセットよりも赤いところが多いですよね。これちょっと見てみると、まずサステイン、黒鍵にも入ってますね。ビブラート、スタッカーティスモ、フォルテピアノビブラート、うわもうトリルもいっぱい入ってますねこれね。すごい。ちょっと順番にあのザザッと、音聞いてみましょう。まずはサステインから順番にどんどん変えていきますね。おお、いう感じでございます。本当に素晴らしいですね。まあもちろんあの一流のサックスプレイヤーさんは、まあ、これプラスアルファもっとさまざまな表現をね、生楽器でを演奏されるときはされると思うんですけど、まあそれにしても打ち込み、まあ、ソフト音源でこれだけのアーティキュレーションが搭載されているとかなりリアリティのある、演奏が再現できるんじゃないかなと思います。これを、最初のアーティキュレーションが例えば入っていないプリセットないしは音色でずっと弾いていくと、このサステインだけで作っていくことになるので、そうするとちょっとやっぱり表現力がね、足りないというか心もとないですよね。なので、まあ、このアルトサックスのね、このプレゼンスの場合はまあ非常に多くのアーティキュレーションが搭載されているようですが、こういうところもぜひ、気にしてソフト音源を選んでいただければなと思います。じゃああとは、ベースとギターがあります。ベースもちょっと見てみましょう。これもいくつかアーティキュレーションが搭載されていまして、で、弾いてみるとこれまあ普通の、サステインですよね。で、あ、ちょっとミュートな感じが表現されています。もうこれはもうデッドミュートですかね。もう完全に音が出ないようなミュートの仕方をされている、まあカラーピッキングみたいな感じですかね。うん、いいですね。あ、ハーモニクス、あー、こういうのも欲しいですね。ドゥーン、1フレット分のアップかな、これは。あー、これも強い、スライドアップ。で、もうちょっと上かな。あ、こういうエフェクティブな、フレーズも、収録されていたりします。まあ、非常に便利ですよね。これだけのアーティキュレーションが収録されているだけで、ベースのフレーズを作るときも、本当に、これね、頑張って使いこなすと、プロの方が聞いてもこれ生を撮ったの、それとも打ち込んだのって分かんないぐらいのねものを、お作りになられるクリエイターさんも今どん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 増えてきているので、ぜひこういう機能も使いこなしていただきたいと思います。で最後にエレキギターの音色ちょっとやってみようと思うんですが、これねよくね、エレキギターの、バッキングの再現ってすごく難しいんですよなんてちょっとご質問いただいたりするんですけど、これをちょっとアーティキュレーションを使って、まあ、こんなことができるよっていうのをちょっとご覧いただこうと思います。でエレキギターの音色今、まあ、サステインからちょっと弾いてみましょう。こんな感じですね。じゃん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 と。で、今ね、いわゆるエレキギターの生音のような感じだと思ってください。で、これにちょっとエフェクターを、立ち上げてオンにしてみます。まあ、これもあらかじめちょっと用意しておいたんですけど、まあ、こんな感じの、ギターアンプシミュレーターを、今のプリセットの後にかけてあります。まあ、生のエレキギターを弾いた時にアンプが、アンプを通して音が鳴るという状況を今再現しているわけですが、でそうするとこれを弾いてみると、ちょっとロックな感じの歪みが生まれてきましたね。でこのままアーティキュレーションを使わずに、このサステインというプリセットだけでジャン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 をやって再現していくと、こうなるわけですよ。
強く弾いても弱く弾いてもこんな風になってしまいます。でも本物のエレキギターのジャーザン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 なんていうちょっとずぶとい表現というか、あれをねアーティキュレーションで再現してみたいなと。でちょっとこれ見ていくと、ねアーティキュレーションエレキギターの、プリセットの中に今この一番左の、これはねプリセット、アーティキュレーションオープンと書いてあります。でその隣がミュート、ちょっとミュート選んでみましょう。あこれこれザン、さっきのがじゃーんザンとこんな感じですね。だからこれをうまく使いこなすことでじゃーザン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 、これを、打ち込みで素早く行っていくと、という感じに、アーティキュレーションを切り替えることで、要は生楽器の奏法を真似ていく、模していくっていうことですよね。でより生の演奏に近い、音の出力、音の出し方をすることができれば、当然、打ち込みの音でも本物に近づいていくわけです。リアリティは上がっていきます。なのでこのギターの音色もそうですけども、これ以外にもね、様々なアーティキュレーションが搭載されたソフト音源が、最初から、スタジオ1のように入っているものもありますし、後から買い足して増やしていくということもできるようになっているかと思います。ですので、皆さんがね、今後、特に曲作りの中でアレンジをしていく中で、より、リアリティを、追求していくと、こういうアーティキュレーションを身につけて使いこなしていくということを取り入れていっていただければ良いのかなと思います。なのでぜひ頑張ってねチャレンジしてみてくださいということで、今回も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。